ですが、ちょっと足触ってみたりですとか、ね、柔らかくなっているのがね、わかると思うので。うん、なんか優しい顔になった。優しい顔に。毎日ちょっと足裏はね、見てたから、あ、そうなんですね。触ってはないけど、見てたから。ね、血色良くなりましたし、あ、そうそう、確かに。特に足首なんかが、すごい、うん、なんていうかね、ペターっとしてたんですよ。あ、なんかスティックでしたね。そうそうそう、今だとふわっとしてるので、あ、柔らかさもあるし、うん、多分押して痛みも減ってると思うんですね。あ、いいです。はい、はい、足いい感じですね。はい、よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、いただきます。気を抜くとでもこう背中がね、なんかこう癖がねあるんですよね、姿勢はね、こういうもんっていうふうに覚えちゃってるので。これがね、やっぱり後ろでちょっと持ってますよ。たまにね、開いてあげないと。後ろに行きましょう。手を操作組んで、はい、大丈夫ですか？はいはい、あーっとだけにして、はい、楽にします。はい、ね、ちょっとね、ここ、こっちにね、あの背中が前にというか、こう僧帽筋とか、うん、ね、この背中の形状が丸みが癖がついてるので、こう、はい、ですね、ちょっと多分この、ごめんなさい、胸の方からというかね、その辺もあれですね、やってあげた方が、でも今でも最初に比べれば随分ね、動きが良くなってるのとありますけどね。確かに、だいぶだいぶ違います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。